音っぺペイは NHKE テレで2017年4月3日より放送中の1話5分のテレビアニメ。キャッチコピーは音は不思議の入り口だ。見慣れたいつもの風景も音に注目すると様々な発見がある。音っぺペイは調察をコンセプトに身の周りの音に注目することで子供たちの好奇心を刺激するエデュテインメントアニメである。 番組と連動したスマートフォン用アプリオトッペ図鑑を使用して身の周りの音からオトペを収集するゲーム的要素もある。キャッチーな楽曲が好評を博し、公式 YouTube チャンネルは累計1億4000万回再生を突破している。カラフルな色彩や曲折的なデザイン、ナンセンスなスタイルも特徴。2017年。 第44回日本賞幼児向けカテゴリー優秀、賞2に、おとっぺ、サウンドリングスとして入賞。2020年、第60回 ACC 東京クリエイティビティ、アワーズクリエイティブイノベーション部門で、銀賞、ブランデットコミュニケーション部門で同賞を受賞。世界一の DJ を目指すシーナは、ある日、音探しをしている最中に虹色に光る、大きな扉を見つける。 扉から聞こえる、たくさんの音に釣られたシーナが中に飛び込むと、そこは音から生まれた、不思議な生き物、オトッペたちが暮らすオトッペタウンだった。シーナは、気まぐれな風のオトッペウィンデをはじめ、愉快なオトッペたちと、へんてこな毎日を過ごし始める。特に記述のない限り、作詞はチームオトッペが、作曲は吉田勲が担当。放送時間インターネット配信この年度から、 金曜日に特別編が放送されるようになった。特別編のサブタイトルについては、当初、当時番号で記載されていたが、2020年度から個別のサブタイトルが記載されるようになった。それ以前の特別編についても、再放送される際には個別のサブタイトルが使われるようになったが、ここでは初回放送時のサブタイトルを記載した。上記通り、 この年度から特別編のナンバリングが廃止され、個別にサブタイトルが記載されるようになった。劇場版、オトっペパパドントクライは、2021年10月15日公開のミュージカル映画。ある朝、どこからか、ウィンディに、そっくりな赤ちゃん、オトっペが現れ、ウィンディは、ディルと名付けたその赤ちゃんを育てることになる。ウィンディは、規則正しい生活や慣れないお世話に、 悪戦苦闘しながらも、リルと徐々に心を通わせてゆく。しかし、リルには、ある秘密があり、ウィンディたちは、ドタバタの大騒動に巻き込まれていくのだった。ありがとうございます。